いただきます。ごちそうさまでございます。今日は2時から徳島ヴォルティスと、ホームで開幕戦です。リーグ初戦、勝ってスタートできるように頑張ってきます。応援お願いします。じゃあ、うん、お疲れ様です。開幕戦1対1の引き分けでした。残り15分ぐらい僕も途中から出たんですけど、全然何もできなかったです。でもまあ自分に平手打ちを向けて、自分の足りないところ、修正しないといけないところっていうのをしっかりと、改善して、次の試合に臨みたいと思います。もう中2日で、ルヴァンカップの、ヴィッセル神戸戦があるので、切り替えてそれに向けて、頑張ります。応援ありがとうございました。